はい、みなさんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。動画のタイトルにある通り交通事故に遭いました。ショックだね。ご安心ください、生きてます。そうだね、私も生きてます。私は車に乗ってないです。たまたまね、僕が車を運転していて、レナは家にいたので、レナは巻き込まれずに僕だけ巻き込まれるという。あと、タカのせいじゃなかったっていうことですね。全く僕は悪くなく、0-100で相手方が悪い事故になりました。まあ、もうちょっとちゃんと説明しておくと、高速道路上で渋滞にはまってたんですよね。僕はお母さんの軽自動車に乗って止まってたんですよね、こうやって。そしたら後ろからすごい衝撃のバゴーンっていう音が聞こえて、もう本当に一瞬何が起きたか分かんなくなって、軽いパニックってなるんだなと思って、人間バゴーンってなって、みたいな、もうすぐ事故って分かんないわけよ。あ、そうなの。これ事故に巻き込まれたって気づくのは多分ね、15秒とか20秒後経ってから。その空白の15秒20秒間は多分俺ボーっとしてる放心状態、こうそんな状態。そうで、実は僕止まってたんですよね、渋滞中に。だから3台あって、僕2トントラック2トントラックだったんだけど、一番後ろの2トントラックが真ん中の2トントラックに突っ込んで、その真ん中の2トントラックが流れ弾で止まってる僕の軽自動車の後ろにバコーンって突っ込んできて、で衝撃がえらいことだったんですよ。やっぱり、うん、もう音もすごくて、なんかもう本当に表現すると、頭の脳の中でガラスがバリーンって割れる音だった。なんか体験したことのない強烈な衝撃と音がバゴーンって一気に来て、でもなんか良かったね、次の前にあった車に。あ、そうそうそう、渋滞だったから俺の前にももちろん車行ったんだけど、俺ちゃんと車間距離取ってたから、軽自動車が吹っ飛んでブーンって言ったけど。あ、吹っ飛んだの。あ、もちろんもちろん。どれぐらい。え、もうそれは覚えてないしその時俺こうなってるから、そっか、放心状態になってるから。でも数メートルは動いたんじゃない。だからちゃんとブレーキに立てたっていうことでしょ。あ、もちろんブレーキ踏んでた、渋滞中だったから。だけど後ろから突っ込まれてグッて前に押されたけど、車間距離取ってたから前の車には当たらずに、幸いね、僕で止まったっていう。で、実際今生きてるし、あの命に別状はないんですけど、その後ろから突っ込まれた影響で、ここの首の後ろが痛かったりとか、腰の部分がちょっと痛かったりとか、あとはここの親指の部分がピリピリちょっとしてるので、今病院に通ってます。まあ、よかったことに、ちょうど よかったか分かんないけどお正月休みだから。そうだね、年末に事故にあったので、こっからお正月休みだから、ちょっと実家に帰ってきてゆっくりするっていう状態ですね。ちゃんと病院には行ってるし、精密検査も受けてもらう予定。ビビリだからね。いや、怖いでしょ。だって事故ってさ後々後遺症が出てくるってよく言うじゃん。その1日2日3日とかはいいけど、1週間後とか、その後にだんだん痛くなってきてとか。ちなみに今は車を運転するのは怖くなってきたとか。ああ、でも多少怖いよ。信号で止まってる時とか、それこそ軽い渋滞にはまった時とかはめちゃくちゃ後ろ見る。ああ、大丈夫かなって感じ、うん、で、事故された時も俺前しか見てなかったから、急に後ろからドーンって押されたから、あの、この今回の状態だと、うん、もう2トンのトラックが後ろにいるから、そのさらに後ろは見ることができないでしょ、うん、なので今は止まったりしたり渋滞にはまったりするとちょっと恐怖心はあるけど、でもなんか思い出したくないもんね。あの、でもレナが乗ってなくて本当良かったなって思う。助手席に2人乗ってて、まあ俺体でかいし男だし、多分骨もちょっと太いし、だからまだ良かったけど、まあレナもでも骨太いか何を言ってるの。レナが乗っててドーンってなって怪我しなくてよかったなってのは思うね。もうやだよ、私も事件あったことないから分かんないけど。そう、俺交通事故あったことなかったから、これが今回初めてで、車とかもぶつけたこともなかったから、うん、車がぶつかった時にあんなでかい音するんだとか、まさか自分がさ突っ込まれるなんて思ってないから、人生で。2021年の新しい経験でした。そう、2021年終わりがけにこんなに痛い思いをし、衝撃が走るとは思いませんでした。大丈夫、
これ全部人生だから。そうだね、2022年、来年はいいことがあると思います。こんだけ年末に大騒ぎして車もなくなり、そうだよ、これ一番だよ。まあ今ちょっとその修理してる間には、まあ台車を用意してもらってるので、まあしかもそもそもさ、お母さんの車でお母さん仕事に使ってるから、一番迷惑なのはお母さんかもしれない。そうだよそうだよ。まあ痛みが続く限りはね、ちゃんと病院に行ってリハビリして、温めたり電気当てたりとか、今整形外科に通ってるので、首の痛みとかってなかなか消えないっていうしね。一番後ろでトラックを運転していた運転手の方も、事故が経って数日した後に電話してもらって、その後大丈夫ですかとか、その運転手さんも体が痛いって言ってたので、まあお互いね、お互い怪我してるので、で、まあその人もさ、わざと俺に突っ込んだわけじゃないので、レナさんも気をつけてくださいね。レナさん、運転中に逆に突っ込む側になったら人にすごい迷惑がかかるので、どっちかというとそう、レナは突っ込まれる側より突っ込む側になるリスクの方が高いので、いや本当に運転しない方がいい気がする。で、ちなみに事故をした後だね、まずは一番最初に到着してくれたのはネクスコ中日本のパトロール隊の方。この人がね、本当にね、安心させてくれました。大丈夫ですよ、ボケはないですか、もうパニックになってるからこっち軽く優しく対応してくれて、で30分後ぐらいしたら警察が来て、で現場検証みたいな、トータルね、多分ね30分から1時間ぐらいやったと思う。そうで、警察の方がそれで全部現場検証して、で警察の人はすぐ行っちゃったんだけど、あ、そう、それではご苦労様でしたっつってピーって言っちゃった。夕方に事故したんだけど、その現場検証とかで多分現場を出発できたのが夜の8時とかだったかな。そっから1時間かけて家に帰ってきてるから9時過ぎに着いて、でも首とか腰とか痛かったから、そのまま緊急外来で夜の病院に行って、でそこでもなんかすごい待って、でたまたま俺その時熱あったのよ。え、37度7分。いや、あれじゃない、そのショックとかで、うん、ショックでパニックになって、もしかしたら興奮してて温度高かったかもしれないけど、37度7分で何回測っても37度7分で出て、先生に、いや、これはもしかしてコロナかもしれないねって言われておいおいおい、待て待てと思って、事故に巻き込まれてまたコロナが発覚したら人生最悪じゃんと思って、年末で一応鼻のこの、うんやってやつ PCR して、で30分ぐらい待って、おめでとうございます陰性ですって言われて、でその時にちゃんと検査してもらってCT まで取ってもらって、一応ね、命に別状ないよってなって、で帰ってきて、でその次の日にもう一回病院に行ってちゃんと検査してもらってみたいな。ちなみに大事な大事な妻に何時に電話したの？まずはあれだよ、両親に電話した。車がやばいことになったよって、でもしかしたら迎えに来てもらわないといけないかもしれないから予定開けといてねって電話して、あ、俺には妻がおったってなってで、レナに電話して、今事故ありましたよって言われたら、私はソファでネットフリックスとかを見てたあ、タカの電話、はいはい、今事故がありました、そう、いや衝撃だよね。まあ何事もなくね、今こうして動画で喋れてるってだけでよかったなって思うね。不幸中の幸い、本当に。はい、ということで年末最後の動画がこんなご報告動画になってしまいましたけど、なのでこの動画をここで終わりにします。皆さん良いお年を、また来年次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。